回も、島松やってるんですけども、島松で、新しいイベントが始まりました。島松雪祭り。そうね、地元北海道でもですね、雪祭りあるんですけどもね。でっかい雪祭りがちょっと乱暴すぎだよね。札幌雪祭りがな。いいだろう、引き受けた。ちょっと、声かけせられそうかもなんだけど。それも、まあ、それみたいな感じなのかな。俺は孤独に行く。この時期に、やったーこのね、カラマツ兄さんのね、器用さがね、伺える。そして、節分というキャラも同時に出てます。これ、ポイントアップのキャラですね。なんだす？ちょっと乱暴すぎだよね。一人3回まで。あざとい。一体確定。前のあの、正月の方と一緒ですね。これが2倍。こっちが無償の方かな？さっきのが優勝かな？クリスマス縮小キャンペーン報酬配布のお知らせ。ですね、配信、10月30日にやってたあの、スクショを取ることでね、なんか、物もらえるってあったんですけど、それの、報酬がようやく手に入ると。レンガとかそういうね、釜とかあり、中で金のエスパニャンこそ、これ欲しかった。そして、なごみが今やってると。まあ、これは、一週間だけか。ありえないでしょ。通貨、猫が友達だと楽でしょう。通貨、猫が友達だと楽でしょう。というわけで、まずはイベントのスタートから。いいけすよ。うん。なんだよ。ドワーは？ああ。いや。へこみ。やれやれ。ほーい。マッスルマッスル、ハッスルハッスル。うん？うんうん。え？ああ、わかった。はい。うん。おーい。ふっ、一言だけ言っておく。うん。え？カラマツ兄さんだけ死んでたんだけど。ひどいよ。中始末分かってるな。分かってやってるな。そして今回もイベントアイテムとレベルアップする話か、レベルアップするね。1から5まで方法接続が手に入るとね。そしてキャラ引き換え券で、この衣装がもらえると。はいはい。で、こっちもアップされると。はい、これが出ると。あ、釣り餌さん。あるんだった。そして。まずこれ解放しよう。すごくいい天気。散歩日和だな。そしてまず、報酬をもらおう。キネスパニャンコ、その他もろもろね、その他もろもろもらいます。うんうん。ただ今回はちょっとな、ガチャは難しいな。
優勝にも厳しいしな。無償で出るかどうかもわからんし。イベントガチャ。まあ、一回だけでも引きましょうかね。もったいないかもしれないけど。一回だけでも。出るかもしれないし。こっちはいいや、お正月は。ってことは多分次の放送、次のおそ松さんの放送の、島松の CM はこっちになるんだろうな。て。まあ、出ないでしょ。音もよさい、マイクは。お？どういうことだどういうことだろう、これは。星5。1で星5出たぞ。1回回して星5出たけど。しかもこれさ、持ってたはず。ということは、押してみます。だよね。限界突破したからって、俺に期待すんなよ。え、ちょっと待って、どういう確率これ。どういう確率？この星5引き肉さプラスプラス2倍になるのかな。でも プラスなんでこの同じキャラ出てくるという。自分持ってるこの探検隊はね、石松兄さんしか持ってないんですよ、確か。嘘嘘、これはびっくりだ。2倍だから出たのかな。ちょっと待ってね。さすがにちょっと待って。さすがにこれは見ましょうかね。こんな可愛いのに。俺が可愛いじゃん。まず着せ替え。でチラッと見せるだけ。服装はこのままね、インヌにしますけど。じゃあ。俺は帰る。意味ないもん。確か。なんだっけ、4話だっけ、ね、7話だっけ ?7 話だったっけな。でもか、それは帰ろうだったよな。俺は帰る。俺は帰る。誰かといない。俺は帰る。あった。俺は帰る。俺は帰る。俺は帰る。誰かといないと何するかわからないっていうか。これ4話だ。確か4話だったな。就職しようだったっけな。違う。いや、自立しようだったか。出た、あざとい。こっちに戻しとこう。してこんなか、ちょっと待って、ね、先始める前にストーリー見たいので、イベントストーリーじゃないよね、こっちだよね。なんでマークつかないんだろう。なんでマークつかないんだろうね。まあいいや。前回の見たかった、見たのね、いくつだったっけな。前回見たのがちょっと覚えてないな。見たんだけど、動画参照してって言いたいけど、ちょっと連続してみましょう。あらすじとして。おーい、教授の話だったね。ああ、マジか。ただこっちフルボスじゃないんですよね。いや、あの、ふぅ、ああいや、はあ、それはあるね。ちょっと待って。ああ、ごめん。
いいから。ふん、いいか。はっ、はあ、なんだ。おお、本当に。何これ。猫の足跡を見つけたところで止まってたんですね。じゃあストーリーを解放しましょう。よし、後編。いや、ちょ、いや、いや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 、ちょっと待って。5倍の大きさの猫。やばいよね。でかい猫。へそだったらな、プリンセスのやつで確かビースト役にエスニアやってたけどな。いや、何？ん？あ、いますか。猫じゃなくてあれか。一期10話でも出たあれか。あれか、あの鍵レンタルする、あの時出たあれか。行くぞ。いや、ちょっと待って、どういうことこれ。うん、え、やめよう、危険な匂いしか。バチコイ。はいよ、見つかった。トラ。やっぱりか。やっぱりか。あ、なんでだよ。あ、無理、死んじゃうって。よし、やってみるか。挨拶。やば、嘘だろ。何これ、怖っ。じゃやめてよ。何。あ、そういうことだったのね。飼ってる設定なんだね。樹脂松だけはまあビフってなかったね。さすがに樹脂松はこれぐらいじゃビビんないか。まあトラからだったらよかったねっていう。トラからって何のこっちゃってね。今回はな、星リスト、ストーリー確認したい。ストーリーだけ見たい場合はどうする。ストーリーはどこまで。ストーリーをもらうには2万ポイントまで貯めればいいんだね。はいはい、ポイントか。ただ正直節分な、節分、フルボイスも聞きたいけど。個人的にはな、もっといいキャラ欲しいなっていうところ。納品したいからどうすればいい。こっちはできてる。あ、これできるか。これやりつつのこっち。あー、うん、23分いいや、来い、カモン。
カオの数がすごい。ちゃ、なんか来るよな。よし、ここまで。これ9なんだよな。始末兄さんがクズです、ゴミです、生きる気力のない燃えないゴミ。あともうちょっとで上がるんだよな。やってるかな。おし、やってる。食べる、これで食べる。クズです、ゴミです。パンだ。パンやってなかったな。しまった。いやこれぐらいだったら。よし。クズです、ゴミです、生きる気力のない燃えないゴミ。あれ、よし、これでジュニア一気に開けた。ストーリー解放されたけどな。どうしようかな。一応見るか。どういうこと？途中まで分かってないよな、絶対。はあ。うん？え？話全然覚えてないよ。ああ。ああ。うん。いやだから。ああ。いや、さすがに。あ、洞窟に迷った感じか。ああ、はあ、いいから。うん。あ、そういう内容だったのね。まあ、途中からでもわかるな。あとなんだっけ、これか、馬か。まあ、これか。あ、バターあー、バターか。あ、ちょっと間違った。バター、あるかな。あ、全然足りなくなってきた。あ、足りない足りない足りない。ちょっと植え直さないと。なんだす？ゴールは床下。ハマゲット。何かとね、卵か。今急いでやったけど、全然入れなかったな。ないわ。よし。ん？あ、足りてないのか。何足りない？麦、おぉ。今、麦使っちゃった。一分待たないと。その間に、もらってないものもらおうか。お、タイが出た。乱暴すぎだよね。今の乱暴だったかな。よし、これだ。大丈夫かな。人参は足りるよね。いっぱい作ったから。私のやつ、ああ、あったのか。前回あったんだよな。だけどもう落ちたからな。期間限定だったから。もう
違う働きたくない。こっちにで手に入れて、よし、よし、行こう。ストーリーはまだか、ストーリーまだか。2500か、もうちょっとだな。これを利用すればなんとかなるか。お、ついにこれが来たか、この難しいやつ来たか。人参か、人参か、なんか人参ありますか。で、これだけで作っとくか。ティアニューバローチキショー、これか。あー、全然足りねえ。やっとけばよかった。もう、働きたくない。何個だよ、確かに。これで2卵。あざといとかあんの。卵、本当はこういうことしないでくださいよ、皆さん。前も言ったかもしれないけど、こんな、これはもうズルですからね。もうめったにこういうことしてませんから。5、6、あと2個。こんな可愛いのに。これできるはず。ストーリー2まで行きました。見ましょう。翌朝、おりゃー、起きて起きて、あ、あ、来たぞ来たぞ。積もったんだは。あえへ、本当に、おお、本編だとな、9は冒頭で降ってるんだよな。積もってんだよな。ふぅ、うんうん、ああ、喜んでる。ジューシーマス喜んでる。は？いやうん、うん、あちゃー、マジか。そういう魂胆か。よし、オッケー、イエーイ。これはフラグだな。うん、嫌な予感しかしないんだよな。わせ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 ドゥー。え、はい、あーあー、やっぱりね。やっぱりそうなるよね。そりゃそうでしょ。こういう時の重心末だったらもう。よし、募集だけしとこう。まあ来ないとは思うんでね。もう働きたくない。というわけで、まあまだね、金河新年のやつの報酬はまだね、受け取れる状態の中、ランキング
今回のランキングの1位は、うんうん、これは何だ、鎌倉、鎌倉ね。今回のボーダーライン結構高いんだよな、多分高いと思うな、また確定だから。それでもとりあえずストーリーはなんとか解放したいと思います。というわけで今回はこれ、あ